はい、さあついに来た今日のメイン、夏川天心 VS 江端る日。いいね天心、これ第一章終了でしょ、ほんまにねえ。日本キックボクシング界をこれで制圧って感じっすね。まあ K1 はまた K1 になってしまうんで、まあ置いといてですね、キックでは完璧に制圧してるでしょ。で次ワンデスーパーシリーズ世界チャンピオンになって、でからボクシングでロマチェンコの記録を破る、完璧、そんな記録が見たいで。さあ今エヴァサルいいっすね。このカードが実現できるのはほんまにファン、格闘技キックファンとして嬉しいっすね。まあ、最近のその新日本が他団体に出ていってるから、まあ可能性は全然あったんやけど、まあ、ちょっと前からするとね、あんまイメージないから。さあ、ついに早く来へんかな。この今の放送と現場ではちょっとタイム差あるんですけど、まあ、控え室、アップルームではこういう流れてる、なんていうんやろ、煽り火は見れますよ。うん、いいよ、コメント来たかな。コメントは、はい、コメントをください。んなこれ、おお、聞いたっけ、画面映せるわけないやろ、権利の問題じゃ、よう考えろ。こんばんは。いやいや、ついにやね。え、三浦翔平と三浦春馬とようわからへんな。いや始まるっすよ、ほんまに。おお、杉本さんやないですか。いや、ついに来たっすよ、天心と江端。いやもうですね、まあ天心とは、ノックアウトで一緒に上がり、江端君はグローリーで一回上がったっすね、一緒の試合に上がったっすね。ライジンに、タイトルのライジン、あ、カタカナ、英語で、待ってくれ。けど、ライジンで考え、あ、そうか、書いてなかったんか、どうやってタイトル変えんねん。変えられへんのじゃん。ああ、わからへん。ああ、あざーす。これ途中でタイトル変えれんの？わからんわ。まあ、いいやろ。今、CM 中っすね。はい。失敗したね。まあ、那須川天心で検索して、見てくれ。いやー、どういうあれになるのか、たぶん足を使うのは天心でしょう。うん、で、まあ、エヴァとは見つつ、おお、三浦春馬や、これあれやんな、進撃の巨人であったして、とりあえずこのライジンで一番名前残してるのが武田塾や。ついにやね、ほんまについに来たね。CM うざいな。CM 多いな。やっぱ入場は基本カットやな。入場の時にザッピングする人多いみたいですよ。うん、僕は K1 で
まあ、担当ディレクターによく言われましたけど、まあ、乳児は基本流さないと。それはザッピングされるから。で、まあ、そんなに流すのは、マサと須藤を、山本木と、で、まあ、俺も流れたみたい。うん。で、まあ、なんか面白かった話が、まあ、俺の時は、1回目の K1 かな。なんか、入場が、しょっぱな早瀬をつって2試合目の夕夜戦で入場流れんかったかな。でその入場なんで流さないんだっていうクレームが TBS に来たっていうのを聞いて、ちょっとニヤニヤしてましたね。はい。え浜崎選手できるあれできるポッキリ浜崎の勝ちにするかなと思ってましたけどね。うん、まあ難しいとこっすよね。判定ちょっと難しいかなと。ジャブ入ってたけど綺麗に顎上がってるし、あけどストレートも効いたしで三角あってみたいな感じなんで、どっちでも上げるような試合じゃないですかね、うん、さあ北天心だ。いつ矢沢と入場すんねやろな。花あるわ。花あるわ。ブーンって上がってくるやつ。この守りってあのタイのやつなのかな。何も怖くないやろな、キッテンシンって。33.0 すごすぎる。いいなぁ。楽しいですよね、やっぱこのスーパーアリーナって長いから花道が。結構このお客さんを見れるんですよ。金髪のは好きですね。うん、天使。さあ、どうなるでしょうか。まあ、個人的な勝手なあれでは、天心9、8、エバタ1、2ぐらいかな。8.5 ぐらいかな。うん。普通になればそう思うと思うんですけどね。まあ、ミットのね、公開ミットの映像で、天心のミットがエグすぎたからな。なあ。タイトル変えたいわ。ライジン出ればよかったわ。確か1回あの天心のタイジンのセコンドはあったことがあるっすね。大阪遊び来てた。この年齢で33は多いでしょう。もう勝つからさ、もうダメで勝てるから何ぼれも試合できる。普通できないっすよ、うん、まあね、減量もあるやろうし、まあコンスタントに試合決まっていけば多分増える前にもまた落とし出すんですけど、なかなか難しいと思うっすよ、うん、体重差関係ないし負けるの決まってんやん。令和の巌流島、平成の巌流島は猪木と正斎と あれが平成やったんだっけ。ああせいやね、あのクレスト行ったんでね、楽しみですね。まあどんだけやれるか。まあ普通に強いと思うんでね。
あとどんだけいろんなことを調べて能動的に動いてやれるかというところでしょう、うん、さあ28歳か岩田君若いなそれでもある種一番脂乗ってんじゃない？18やったらなんか笑ってんなマウスピース履いてるか笑ってるように見えるんかな岩田君とりあえず今日の一番のスポンサーというか広告宣伝で狙ってるのは金座歯科です。金座歯科のあのドクターの顔が離れない。いいですね、このノックアウトのチャンピオンがリングに上がってその解説をノックアウトを切られてしまった小野田さんがやるっていうのはすごい僕の中で面白いですね。はい。で、ターゲットの伊藤会長はデビと伊藤と兄弟というのを何人が知って、何人知っているのか。その辺もだいぶ興味があるですね。はい。よし。来ましたよ。和田さんですね。和田さんはどちらかというと、ダウンが早いです。はい。個人的印象では。まあ、その代わり安全ですけどね。選手にしたら。さあ、始まるで。令和1のカードや。キックボクシングで。肘荒れに見たかったけどね。さあ、これもまた喧嘩やつですね。下手したら早い回の経営はありえますよ。早いな相変わらずけどな。ちょっとあのこれ井上のジャブみたいなやつな今の早いなギアが違うな。そう気温おー、ナイスミドル、ナイスミドル。おえもう入った、入った、入った、入った。顎開いた。グッと構えて、グッと構えて、っていくっていう。天使今、スーパーヒットアンダーウェイですね。早いね。どちらかと言ったら、なんだよなぁ。天心の方がやりやすいんじゃないかなと思ってもあるけどなぁ。ん？マーピ取れた？あ、聞いた。早い。さっきマーピ取れた？ウェー、聞いてもうた。何もこれで出されへん。すごすぎるやろ。ああ、マーピ飛んでんな、やっぱ。しかし、おい。マーさん、止めたらあかん。ああ、聞いてる。ああ。聞いてんな、めっちゃ聞いてんな。すごすぎるやろ。ああ、聞いた。止めたくて、止めたくて仕方ない。レフリーが止めたくて仕方ない。ああ。何やねん、もう、天使。こいつほんま凄いな。おお
多分みんなキックボクサーこういう感じだと思うで。なんか自分がやりたいなとかチャレンジしたいなっていうことを天使は全部できんねん。考えたこと全部実行に移して、それを本番にやってしまうっていう。だから振動やね、うん。いやー、どないですか。いやー、予想外でしたね。ええー、またあっちよ、日本代表と思うよ。うん、K1 で、はい。あ、ジムと青木はレジェンド、ありがとう。いやー、あれはね、平成ナンバーワンの予想外カードだと思う。あの、伝説的なカードだと思いますよ。いや、強すぎやな、はい。今、ご飯？ご飯は何やろ。基本炭水化物抜いてますね。明日ちょっと食べようかなって感じです。はい。お前見たくねえよ。お前こそ見たくねえよ、ばかしね。こんな感じかな。なんで組まれたんだ。そら、岩田は日本最強やからやん。天使は世界最強かもしれんけど。うん。もうこれで日本卒業でしょうね、明らかに。はい。お前が誰やねん。え？プロの時、真似して。あ、ありがとう。プロなんじゃね。ありがとう。いやー、すごかったな、天心。伊藤会長、笑ってるやん。すげえなー。いいチームやな、ここ。いやー、ほんまにねー。何を言うんやろ、天心。今最近ね、フライデーじゃないけどな、いろいろゴシップネタもあったけど、そんなことは一切ほったらかして、いい勝ち方。いやー、すごい。まあ、今回の変な話、天心が勝つであろう。まあ、さっき見たけど9対1やけど、今回僕的にめっちゃ気になったの、和田さん、和田レフリーがいつ止めるのかっていうのはすごい気になったですね。まあ、多分このキックとかよう見てる人やったら分かるんですけど、案外ね、めっちゃ見てはるんですよ、レフリーは。その代わり、よう見てるからこそ、止めるのは結構早いんですよね。聞いてると思ったら止めるんで。だから多分その感じがすごい後半出てましたね。もういつ止めようみたいな。でも全然いつ止めてもおかしくないぐらいの差は開いてるんですけどね。もうそれが体に現れてた。ちょっと当たってたし。このカードをさばいたレフリーお疲れ様です。いやー、今単発のパンチも蹴りもスピードがちょっとレベルが違う。でしっかりこう打ち分けもしてるし、まとめるしな。うん、まあ、さっきも言った通り全てをやりよるで。考える、俺らとかプロのキックボクサーが考えうることを全部実行にできる人ですね、この人は。はい。まあそんな感じで天心は勝ったんで、まあ次はワンでしょう。はい。でワン出て、その次はボクシング行ってほしいな。うん、さっきも言ったけど、もうほんま俺の希望やな。で2戦目で世界タイトルを取ってほしい。まあそんな感じですね。はい。まあパッと終わりました。はい。もうちょっと引き伸ばしてほしかったところですけどね。もうちょい見たかったけど、じゃあ今とにかくお疲れ様です。以上です。お疲れ様でした。